君が私の指揮官になる人間？私が味方につくんだから。君、運がいいよ。冗談冗談。重要な仕事は他の人形に任せてね。今日も昨日も大差ない。新世界と旧世界に違いがないように。みんな頼りになるといいな。そうすれば私がサボっても、大して目立たないし。あ、私強くなった？何も感じないけど、まあ、もともと強いからね、私。もし禁止ワードがあるとしたら、私はスカー、エルとエリアナを1番目と2番目に設定するかな。この世界は、例えるなら巨大な遊園地。私は気まぐれで生まれた、奇烈なアトラクションのようなもの。映画は好きだけど、自分を映画のヒロインと勘違いしないように気をつけてる。そういう妄想って、他人から見たら哀れで滑稽だし。2064、アマリス、戦場に帰還します。死神の洗礼に備えよ。やり直しか。天は私たちを見放さなかった。戦力を温存しよう。ターゲット確認。たるんでる。月は満ちた。戦後の世界が、昔よりも良くなったのかを、この目で確かめてみたい。面白いものはいっぱい増えたけど、この世界の本質は、昔と何ら変わらない。素体、丁寧に扱ってね。高いんだから。また働き手が増えたんだ。いやー、楽だね。過去の戦闘を完全再現すればいいんでしょ？楽勝楽勝。エリアナ、友も敵も全員いなくなった。孤独なんて大したことないと思ってたけど、そうじゃなかった。指揮官、少しだけ、ほんの少しだけでいいから、今はそばにいて。他人の記憶を保持するのは、重くて辛いことなんだ。自分の思い出にない幸福を感じると、人のものを盗んだ気持ちになる。これからは一緒にこの秘密を守ってほしい。君はもう、共犯者なんだから。少女前線。